千口寺洗い、ヨアンのスラバを祝う、際の食卓。手前にろうそくが刺されているのは、当藩。スラバは、家族の守護聖人を称える、聖教会の習慣である。スラバの習慣があるのは、主に、セルビア人であるが、マケドニア共和国や、ブルガリア、一部では、クロアチア人やムスリムのゴーラ人にも見られる。スラバは、南スラブ人が、 キリスト教を受け入れた9世紀頃に始まった習慣と考えられている。同時期に多くの人々が同じ成人の日に洗礼を受けたことに橋を発するものとも、それぞれの氏族が氏族の守護聖人を定めたものとも言われるが、その他の人々は単に、スラバとはそれ以前の異教の時代の守護神崇拝が姿を変えたものだと考えている。この当時、新しくスラバを受け入れることで、 成人によって救いを受けることができるとされた。彼らがキリスト教を受け入れる以前のスラバはスラブ神話の名残とも考えられる。セルビア人たちはかつては強固なスラブ神話信仰を持っており、セルビア最後のスラブ神話の神殿であったスベント人の神殿は14世紀にステファンウロシュ4世ドゥシャンによって破壊されるまで残っていた。このセルビアの土地柄からも スラバが、かつての信仰が姿を変えたものであることが示唆、されている。しかしこの考え方も確立されたものではなく、スラバの起源については、不明な点が多い。スラバは、セルビア正教会の大主教聖サバによって、初めて教会法的に導入された。スラバは、守護聖人を称えるため、ついている職業によって称える聖人が違う。そのため、 各々のの家族が別々に自分の職の成人を祝う。スラバは父から息子へ受け継がれ、それぞれの家族が一堂に集まって、スラバを祝う。また、一部の家族は自分の成人とは別の成人を限られた範囲で祝うことがある。そのスラバを、小スラバ、もしくは前、スラバと呼ぶ。息子家族が遠く離れた土地に住んでいる場合、父親の許可を得て、 父親家族と同じ日にスラバを祝うが、課長である父親が生きている間は、父親の家でスラバを祝うのが普通である。スラバの前の一週間は、スラバの日に、了承するため家族で断食をする。その間に、スラバのための豪華な食事が用意される。その食事の中には、スラブスキコラチュとコリボ、コールワボがある。スラブスキコラチュは、スラバケーキを意味する。 しかし、ケーキというよりはパンに近い。スラブスキ・コラチュの上には十字と平和の鳩と一家の聖人に関係があるシンボルを描くのが普通である。コリボはジトとも呼ばれ、茹でた小麦で作られる。小麦以外の部分はバラエティに富んでおり、しばしばクルミが入っていたり、香辛料や蜂蜜で味付けされたりする。小麦はハリストスの復活と死んだ家族の象徴である。 あと、断食の期間がスラバにもつれ込むか囲まないかによって、残りのメニューに動物性のものが含まれるか含まれないか影響する。スラバの当日には、家族で方針霊に賛同し、了承する。教会での方針霊終了後、教区の聖職者が各家庭を訪れる。訪れた聖職者は、スラブスキコラチュや、コリボに祝福を与え、スラバロウソクに火を灯し、 その家族の成人についての話をした後、法人礼を行う。また、必ず行うわけではないが、家に祝福を与え、その家の亡くなった親族に対しての、ちょっとした追悼をすることも、一般的に行われている。スラバの間のセルビア人の家は解放されており、来るものを拒まない。スラバの最中に、誰でも招き入れるのは、伝統的ではないと思われるが、 セルビア人の家庭には、自ら来ようと思ってきた訪問者を追い返すのは、その人に対して無礼だし、何より恥だと考える向きがあるので、訪問者は追い返されることはない。スラバの日は、聖ニコラウスの12月19日、聖ギョルギウスの5月6日、先霊者、ヨハネの1月20日、サロニカの聖ディミトリウスの11月8日などがある。ヨハンカイトリフェノオフスキー。 ブレティン・オブ・ザ・エセネグラフ・クル・インスティチュート・ササ、ボリューム XLV、2008年11月閲覧。ペトコ・ハース・タウフ、ゼー。リテラチュア・ネットワーク、2008年11月閲覧。ありがとうございます。